毎度工事屋です。ニコン S3 のブラックですね、ブラックペイント、これは最近といっても、まあ2002年に2000台限定で発売された分です。ブラックペイント、2000年にですね、普通の S3 のこのクロームですね、白いのが、受注生産されましたが、その2年後に、まあ、2000台だけペイントが出てます。東京オリンピックの時に出た、まあ、オリンピック S3 オリンピックの、まあ、復刻みたいな感じですかね。レンズもその当時のオリンピックニコルです。キャップフードがついてます、まあ、これはこうつけるわけですね。非常に綺麗、まあ、この通り、まあ、ほとんど使ってないそうです。本人曰く未使用、新品。ただ箱がないんですね。箱がないのが惜しいところです。ケース、箱がありません。ただ、それを除けばほとんど新品みたいなもんですね。本当に綺麗です。今触ってるのでこう手垢みたいなのついてますが、もう拭けば全然綺麗です。全く問題ないと思います。レンズはさっき言ったオリンピックニコールと呼ばれているタイプと同じものですね。50-14。ただコーティングはやっぱり最新の感じはします。緑っぽいコーティングですね。これ無限の位置にして、これで外れます。ただここがですね、まあこれは大丈夫ですけど、このネジが緩んでくるとこう、まあこれが、まあ、ガタガタしてくるんですけど、そうするとここの穴にうまく入んなくて、まあ、外れなくなったりすることもありますが、まあレンズ交換しなければね問題ないんですが、綺麗ですね。でレンズも綺麗です。絞りも問題ないです。下がちょっと汚れてますので。で、このレンズ、なぜか、この個体は綺麗でした。このように、ライト当てても全く綺麗ですね。ほんと新品みたいです。まあ、綺麗なんですが、これ、時々、一面プツプツプツって出てる個体があります。多分ロットで、そういうロットがあったんだと思いますが、なんか霧吹きでシュッてやったような、ほんと点々がついてるのがあるのでね、注意した方がいいです。これは綺麗です。ボディも綺麗、まあ、ここも綺麗ですね。綺麗というかスムーズに回ってます。まあ、ここはですね、ヘリコイド、まあこんなこと回す人いませんが、こうやって回した時にだいたい油切れしてキーキー言うのが多いです。これはまあ大丈夫ですね。非常に綺麗な状態です。まあ、これだけ綺麗だとね、文句はないかと思います。1秒ですね。まあ普通にちゃんと動いてます。全く問題ないと思います。中も綺麗、本当に綺麗ですね。これね、膜もこのように本当に綺麗です。最高速が1000入ってますね。入ってます。非常に綺麗な状態です。
これといって本当文句はないと思います。ファインダーこれ、まあ、こうなんかテラテラして見えるのこれもともとですね、ちゃんと見えてます。距離計もバッチリです。いいですね、綺麗な状態。復刻版、これ箱付きケース付きだとねもっと高いんですが、まあこれ今回箱がありませんのでちょっとお安めになります。